はい、フジコです。今日はセルフイメージを上げた後にすべきことについてお話します。ミリオネアーズマジシャン、アメリカを代表する手品師スティーブ・コーエンは自分のことをこう名乗っています。1、富裕層にも評価されている手品師。2、富裕層のための手品師。一見すると同じに見えますね。でも意味は全く異なります。最大の違いは覚悟です。2を名乗った場合、もはや一般のステージには上がれなくなります。そして質の高い基準を持った富裕層の干渉に耐えうるステージを毎日こなさなければならないのです。公演の名刺にはこう書かれています。ミリオネアーズマジシャン、高級な催しのためのエンターテイメント。当然文字は金文字です。しかしこの肩書きは最初から歓迎されたわけではありませんでした。最初にこの肩書きに反対したのは、なんとコーエンの妻でした。彼女だけではありません。マネージャーも広報も親友も周囲の仲間皆反対しました。しかしコーエンは諦めませんでした。高級なイタリアンスーツを何着も購入し、高級腕時計をつけ、衣装から変えていきました。ホームページをリニューアルし、立派なプロモーション動画も作りました。そして彼は最も大切なことに取り組む決意をしました。それは断ることです。まず出演料を大幅に値上げしました。そしてどんな高額なオファーでも、高級な催しのためのエンターテイメント、それにふさわしくなければ率直に断ることにしたのです。コーエンは言います。手を伸ばさなければ届かないような高い枝についたリンゴになると決めたのです。こうした努力はやがて実を結びました。高級ホテルでのショーは数ヶ月先までキャンセル待ちになりました。セルフイメージを変えれば人生が変わる、多くの成功者の見解です。しかし大切なのは、セルフイメージを変えた後そのために何をするかです。肩書きを変えること、その肩書きにふさわしい外見になること、その肩書きにふさわしい人物になること、そのためにお金と時間と人への協力依頼を惜しまないこと、その肩書きやビジョンにふさわしくなければ特例を作らず率直に断ること、これを続けることでようやく人生が変わってくるのです。大変そうですか？でも安心してください。逆に考えればいいのです。ここまでやるに値する本当の自分にふさわしいもの、本当になりたい自分を見つければいいだけです。あなたがまさに今興味がある角度、今必要と思える角度から進む道を選ぶことができます。本日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。